皆さんこんにちは、朝なぎコンサルティング司法書士の加用まりのです。今回はですね、前回の続きではないんですけど、研修の話、司法書士に受かってから実務に就くまでも研修とかあるみたいなので、ちょっと研修の話と、同期の話を少しできたらなと思います。で、最終司法書士の7月受けて、最終合格発表と11月なんですね。で、11月合格発表あって、各予備校で直近で祝賀会があって、みんなとね、オリジナル作った名刺を交換してくるんですね。で、すごいね、たくさんの人が本当にね、その瞬間にね、本当に100人以上の人とね、名刺をね、交換することができて、本当に世界が一気に変わるんですよ。で、ただね、でもね、その時は初めてやっぱり会うて、誰かわかんないぐらいの名刺がもらっちゃうんですね。で、わかんないなってなって、12月、1ヶ月後ですね、東京会とか、各ね、会の、研修が始まるんですよ、各支部で。で、私は東京に住んでいるので、東京から研修に出ます、12月から。で、それで東京から研修行くと、名刺交換した人に会って、ああ、この中、みたいな、ここでどんどんね、同期と、ちょっとずつ仲良くなってきて、で、東京会の研修をですね、終えますと、私が行くから、僕の研修だとか、地方研修とか、いろんなやっぱり研修があります。でもこれ義務じゃないんですけど、これ絶対全部出た方がいいです。というか、みんなほとんど出てるので、で、やっぱここでやっぱり同期に知り合うというチャンスがありますし、同期ってすごい大事です、本当に。私のね、一番最初の仕事もね、同期と一緒にね、やっていっているので、同期って本当に、後々ね、どういう付き合いになるか分かんないので、本当に大事だなというか、もうみんなに会えてよかったなと思っちゃうんですけど、で、ね、ブラック研修とか、1月か2月も持って、3月からはね、なんていうかな、特別研修か、今度お話しするんですけど、認定司法書士っていうのになるためには、特別研修を受けて、で、その後に認定講座という試験を受けるんですね。で、その試験に合格した人が、簡易訴訟、簡易、裁判の代理権を取れます。で、これが認定司法書士ですね。で、これは今度詳しくお話します。で、認定のね、司法書士になるために特別研修を受けるんですけど、研修のスケジュールなんですね。ものすごくタイトなんですよ、本当に。で、しかも厳しい。1日でも休みなら認定してもらえ、研修を終了、過程を終了って認めてもらえないんですよ。で、ただ、とはいえ、みんなやっぱりだからといって、真面目に受けて真面目に帰っていくっていうことはなくて、やっぱり楽しいじゃないですか、同期とね、たくさん会って、ね、たくさん新しい出会いがあって、あちこちで毎日のように飲み会があってですね、私も毎日飲み会してました。で、毎日ね、飲みすぎて、研修で体力を回復して、で、夜は飲みに行って、で、繰り返して、で、ドキドキってね、麻雀部とかあったんで、麻雀やったりとか、ね、ボーリングとかやったりとか、カラオケ行ったり、ビリヤード行ったり、ダンス行ったりとか、本当にね、学生気分でずっとやってました。で、こんなにね、学生気分になれる期間って、本当にないんですよ。で、これ、本当にめちゃくちゃ楽しかったので、研修が。で、研修すごい楽しかったので、こういう楽しさも、ぜひね、知ってほしいっていうのもありますし、で、ここでやっぱり出会ったね、同期と、私は今一番最初の、アバリーシップ出身者の立ち上げたね、一番最初の一件目の仕事は、ここで出会った同期から、仕事をもらいました。でもね、その同期も、全然経験がないんですよ。経験なくて、一緒に、もらったね、仕事をどうやってね、解決していくかって、一番最初に1件目、相続なんですけど、相続のね、仕事を、どうやってここから進めていくのかとか、そういうことね、一緒の仲間と解決しながら、社会にやっていったりとか、こうやってきっと事務所とか仕事ってやっていくんだろうなって思って、本当にね、同期ね、本当にいい存在です。で、しかもね、私の年は、すごい聞かなかったんですけど、毎年ね、同期同士で、結婚までしたりとかするんですよ、本当に。なんでね、司法書士の世界って結構楽しいなって思って。で、司法書士やってれば、
中には結構いろんなね、いろんな指導の人とかともちろんありますし、何よりもね、あの、司法書士ね、これ別に研修終わってからも、あの、自分のね、あの、普通にね、あの、新人じゃなくても、いろんな研修とかチャンスいっぱいあるんですよ。なので、まあそういうね、あの、研修でまた同期に再会したりとか、すごい特殊な世界です。特殊な世界なんですけれども、めちゃくちゃ面白いです。なのでね、こう同期とね、一緒に仕事していったりとか、まあ、あとね、同期って言ってもね、こうね、まあ、なんかこう、みんながみんな楽しい、楽しくやってるわけじゃないんですよね。なんかこう、ちょっとなんかこう、変な人もいて、でも変な人って別にその、なんていうんですかね、その、本当にやばいやつかとか、そういうことじゃなくて、まあ、結構変わった人もいます、本当に。やっぱいろんなね、あの人がいますし、すごい高学歴な人もいれば、まあ、私みたいに、ちょっと微妙なね、なんていうかな、あの、こう、というか、まあ、中卒みたいなやっぱ人もいますし、なんで、もちろん、こう働きながらやってる人も、子供育てながらやってる人ももちろんいるので、あの、なんかいろんな人に会える、機会です。まあ、結局ね、今日のね、投稿の何が言いたいかっていうとね、司法書士いいよって話なんですよね。で、結局ね、どんな動画撮っても私、司法書士いいよいいよしかあんま言えないって、ちょっと、まあ、おかしな感じなんですけど、まあ、次回ね、認定の話とか、まあ、そうですね、認定の話をしたりとか、まあ、開業のね、話したいと思います。開業するまでの、こう、準備してる、まあ、ちょっとリアルな話とかも、次はね、やっていきたいと思います。はい、最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。